第36期鳳凰戦 A2 リーグ司会実況の日吉達也です。解説は藤崎聡、勝俣健二が務めます。お二方よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。対局の準備ができているようです。第36期鳳凰戦 A2 リーグ第1節 A 卓2回戦投杯の開始です。第36期鳳凰戦 A2 リーグは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われます。2回戦はちいちゃから近藤、なんちゃ二階堂脇、シャーチャ黒沢、ペーチャ魚谷の並び、トンの一曲ドラは急走です。さあ、第36期鳳凰戦 A2 リーグ初戦を制したのは A1 から降級となった近藤です。さあ藤崎さん、はい、2回戦始まりましたが、2回戦目以降、はい、見どころとしてはいかがでしょうか。まあ秋さんですよね、1回戦目ラスね、はい、まあ、数字はもちろんね、1年間戦う中での1回だったな、半ちゃん1回なんでね、大した話ではないんですけど、はい、気分的にはやっぱり非常に良くないですから。うん、逆にね、近藤さんはね、いいスタート切って非常に最高のスタートを切れて気持ちはいいわけですからね、はい、その分の差は随分あると思うんで、ここからどう巻き返していくかに注目と、いったところかとは思います。どうですか勝俣さん、秋は普段よりこう攻めてるなとか、はい、普段とどっか違うなっていうのを感じたりはしますか。そうですね、ベースの戦い方はいつも通りなのかなっていうふうに思うんですけど、際の部分では強くいってるのかなっていうふうに僕には見えますね。その勝負どころでは押すとかピシッとしていくぞというような印象でしょうか。さあ、手配の方ですが、こちらが黒沢、ドラの急走が1枚孤立していますが形は整っています。親の近藤はペン酸素を払って、うわー3色、これペン酸素払うのね、まあ、近藤さんらしいよね。うーん、2ピンか9ピンだと一に手かけそうだもん ね、 なんかね、これフィニッシュをこのシャンポンでも OK だぞというようなイメージなんでしょうか。まあ、ピンフのいい判はなくなりますけど、はい、出上がり率考えたら酸素より E ピン9ピンのシャンポンの方が高そうですからね。ただ E ピンと、ね、9ピンのシャンポンの場合には早いうちにテンパってくれればという限定ですからね、なくなってしまうということが時にやっぱりありますから ね、どっちかが2枚切れちゃうケースなんてよくある話ですからね、はい、やはりその時はこの想図の伸びをちょっと保険 とどうするか、これつもぎりたいですね。これはつもぎり、はい、チーピン引きの時のスチーピンよりも、はい、想図が伸びてどちらか統一落としできる手の方が大きいですからね。 うわドラ切った、ドラを切ってのイーシャンテン、シャーチャですからペイは役牌ではありませ ん、 ですよね、はい、なのでちょっとゆったりいくかなと、先にペイを打ったりして、なるほど、ローピンとかパーピン引けたら急走切るけど、それ以外の時はまた考えようってするかなと思ったんですけど、はい、これサブローマンなどを引いてのテンパイの時にはどのこれいやサブローマン引きも外すとは思いますけどね、はい、特にパーマ2枚切れてますね、ペイも今1枚切られました。だからイメージは面単ピンペイコー狙いでドラの急走を浮かしとくよりも安牌のペイを2枚持ってるっていうイメージですよね、なるほどなるほど、そのターツとして持ってるというよりは、うん、後々の押し返し立ち回りやすいようにしているというような印象、はい。さあ差し子の3色のイシャンテンは魚谷、近藤は理想通り想図が伸びましたがゴロチは一旦崩れる格好、チーマンのが怖いんですね。ああなるほど、はい、リャンピンは比較的三者には通しやすいような牌ではあります。わあ9万ノータイム、パーマン切ってねくっつきが相当広いですけどねこのノータイムもう面単ピンイペーコーしか見てないみたいな感じですよね。パーピン2枚切れてますけど、しかも秋さんの線があれだけ派手だったのに、はあ、ってことはピンズ回り引いたらこれはペーペーといこうということですか、うん、ああそうかそうか、黒沢さんペーチャーじゃないんだもんね。そうなんですよ、ほうてことはメンタンピンイーペーコーしか興味ありません、うん、でもパーピン3枚切れちゃいましたからね、もうイーペーコーの可能性はなくなりましたね。アキさんの国士も9ピン3枚切れでかなりきつくなった、確かにとなると魚谷さん近藤さんがチャンスか、ただ近藤さんも高めのあチーピンはねちょっときついのか、うーん
の三色も全て崩れる数ピン三枚切れ、関連ピンの闇点、はい、イーマン引きでの三色変化狙いですね。ただ闇ピンも三枚飛びなんですよね。確かに瞬間的な上がりすら難しそうな天敗ではある。もう一度9万が来た。ここでパーマン切り、うん、ウーマンのくっつきのイーシャンテン。さあ序盤からかなり形のまとまっている近藤がいまだにイーシャンテン、はい、大谷ここで今ね黒沢さんのパーマン手出しで、はい、天敗ならばマンズ待ち濃厚っていうかわしてますからね、うん、スッチーマンサブローマンはすごく危険っていうことで、これ黒沢さんに対してですよね、まあ、近藤さんにも無筋ですし、うん、ここは一旦引く構え、はい、さあこれでまた悩ましい。これは数層から打った方が3色の幅は広いですけどね。さあどう打つか、うん、E ピンのポンテンは考えづらいですからね、数層からいきたいですね。うん、ここは数層切りとしたゴロチの含みを残している。このチームはきついけどいきましたね。9層はドラ、いやこれは折りになっちゃいますか。粘りの位置だか、今度天敗が入らない、うん、うん、まだテンパルパイ結構残ってそうですけどね。残ってそうですよね。ただもう魚谷がかなりがっちりと、お、粘ってテンパ入れようということが嫌なかない。そうですね、あの止めた牌も通って、はい、ちょっとこれは誰もテンパってなかったかと、うん、読み外しちゃったけど、はい、で中抜いちゃったけどもしかしたら復活できるかもってこと考えましたけど、まあ念には念をでやめましたね。はい、この曲は受けに徹するような印象です、うん、大谷。ただ大谷さんからしたらしまったっていう曲になってしまいましたかね、うんうんうん、あとは近藤が自力でテンパ入れることができるかどうかといったところ。聞いたか、チーソーか、うん、チーソーだ、これではダメ。まだ1回詰まりますからね、はい、ここは慎重に。数層が2枚切れ、うん、3枚切れか、失礼しました。さああとは近藤ですね。やはりこの最後のツモ盤でテンパイ入れることができるかどうか。あ、できた、テンパイ。これはもうツモ盤がないのでより安全なパイを選びたいか、うん、ここはウーソー切りとした。さあこれが入って、さあ近藤意地で最後のツモでテンパイ入れてきます。トンの一曲は近藤の一人テンパイで流局となる。うん、近藤さんからしたら大きな一人テンパイですね。そうですね、まあ、一安心って感じはありますよね。あれテンパイないの嫌ですもんね。嫌ですね。親番は死守といったところ。さあトンの一曲一本場です。初戦はしっかりトップを取った近藤。うん、年々髪型が派手になってきますね。ちょっと茶色みが増しましたかね。どうなんでしょうね。なんか随分とグランプリぐらいと比べると茶色みが増したかなと、うん、ドラは3番丸くはないか、一面つできている。こちらが秋もマンズで一面つ完成。さあ黒沢トンガと一戦ピンズが非常に多いが、時間差の勝負からいきましたか。そうですね、本一は、ね、ストレートに本一にはしなかったですね。はい、なんか黒沢なら9万あたりから、うん、切っていきそうなことを勝手に予想してしまっているファン心理。まあただね、3万トンって引いてのリーチ、はい、トンドライチは勝負手ですからね。これですね、はい、これ自然な構えですよね。お、魚谷もいいシャンテンだ。近藤も白が重なる、秋も初が重なります。 それぞれ長所が出てきてるが、これでもドラじゃなくても嬉しい。トンの安感は最高だ。そうですね、はい、これでね、こう両ピン引きとかでもね、十分な打点が、嬉しい感じです。この高打点を狙うことに
関してはやはり長けているか黒沢本一でなくとも高打点が見えてきた。近藤さん分岐ですね。ドラ受けのペン3万を払うのが上がりやすさは一番上ですけど、はい、リャンピンとか打ってけばね、チャンタとかの高打点1万2000球も狙えますし、はい、さっきもこれはやや嬉しい1万引きとなった。キューピン、いやまさか、まあリャンマンってわけにいかなそうだけどね、はい、ちょっと本一には形が悪いですよね、ピンズの部分が一通もあるんですけどね。そうなんですよね。いいピンの方ですか、さすがにちょっと穏やかに、はい、これはまだでも3ピン打ちたいですか。わあ、一番シンプルな形に受けましたね。はい、差し子の含みを残しつつピンフのイーシャンテンの魚谷チートイツがある。いやだけどなんかリャンピンとか切りたい気もしますけど、リャンマン切りドラ引いた時はもうチートイツと真珠といったような印象ですかね、うん、現状パーピン振り点なんでね、一応まだあのメンチさんの天秤はかかってますけど、うん、なるほど、ドラ引いちゃったらチートイツに決めるんだよね。うわ最高、イーマン短期、例えば今のパーピン短期にしてみたいなのもあったりしますか。ありますよね、はい、それでハクアンコって6球ピンリーチのね、可能性を残しても当然あります、はい、瞬間の振り点嫌は嫌ですけどね、これであればシンプルにイーマン短期で上がれる格好。やはりドラ受けは残した黒沢3層切りです。さあウォーターにも渡しても分岐は、これはウーピン切りの一手ですね、はい、はい、ドラが3万リーチですか。あ違うんだよね、イーマンが良くないって。そうですね、ドラ絡みですからね、ちょっと。さあきこれで本一も見えてきた、チートイツのイーシャンテン、いやーなかなか天牌までたどり着かない。もうここはかなりドラ引きを想定したりアンマン残し、ドラがあるね。えあこれはリーチか、一枚切れ。シャー短期、ただ捨て牌はかなり派手にも見える。うん、いやいや、ね。いやでも何でも怖いですねこれは。うお、本一イシャンテン、スーピン一枚通せば二回通せる。いやこれはでもリャンマンイーマン現物ですからね。自然はリャンマンイーマンですよ。そうですね。リャンマンか。チートイツのイーシャンテンも残しつつメンツでイーシャンテン、うん、ちょっと分かんないですけど、あ引いた、これはダマ天か現物待ち、あー今危ない、あリーチだとイーマン止まるか、リーチに行った。ここは勝負手に仕上げた黒さ、うわキューピアでも打ちやすいか、勝負リーチある。ピンフイーペイコードラウケも残ってるが、ここはやめて、ここはやめてんとした。イースーマン対シャータンキ、うわーこれリーチか、でもダメか、今はさすがに嘘、うわ初キルってあるんですか。かっこよすぎるでしょう。チュンもあるか、現物待ちですよ、だって役割の現物待ちなんですよ、トンを関してますから、トンドライチの4号なら、いやこれ打たなかったらすごすぎますけどね。まあ打ちますよね、それ打ちますよね。リーチはないがここは、いやー秋にとってはちょっと厳しい展開が続いてますね。リーチ、トンドラ1、8000は、そうですね、8000は8300の上がりとなる、はい、いやー秋にとっては1回戦に続いてこの2回戦も厳しい。いやーこれは昨年同様、一節は秋にとっては厳しいぞ。うん、一昨年の悪夢が蘇る、はい、去年はアラさんとやってましたね。そうなんですよ、ね、うん、ただ秋はその後大復活を遂げて、一時は昇級争いも、最後は息切れといった昨年度。今季はこの一節目にかける思いも非常に強いでしょう。その秋ですが、前回はスタートでつまずき、前半は常に残留狙いになってしまったので、今季はしっかりペース配分を考えながら打ちたいと思いますと、時に慎重に時に大胆にオリジナリティを出して A1 昇級を目指したいという言葉を残しております。うん、この一節、大事な一節、なんとかプラスで帰りたい。去年はね、はい、ここ残留にかける強い思いが強いあまりにね、はい、女流家の方もなんか集中できないようなね、うん、なるほど、そんな1年になりましたからね。今年は、今年度はいい滑り出しを決めたいが、ここまではやや厳しい。さあ今度ピンズで一面つ完成して9ピン切り、ドラはチーソー、
秋葉ピンズとソーズで一面ずつできている親番チャンステ黒沢ちゃんた系だ。手配的にもスピード的にも秋の手が良さそうではありますよね。そうですね、小僧さえ引けたら打点も十分という形ですしね、はい、まずは一旦単ヤオのイーシャンテになるがまだまだ夢のありそうな手配ではあります。黒沢さんは厳しすぎるんでもう一回両面払ったりする可能性もありますよね。受けの部分も重視してるといったところなんですか。そうですね、まあ、両面一つあってスピード合わせにいったところでどうせ間に合わないんで、はい、まあ、国士だったり狙いながら、うんうん、安全に行こうっていうことですよね、はい、秋は嬉しい三層引きですね。うれしくない印象引きが出てしまいましたけどね。言っちゃいましたね藤崎さん、引いちゃいますよ。引いそう、小さでも3枚いますよ、ま、いますよ。これは復活の転廃となるか秋。イーソー1枚ずつしかいないですもんね。これでイーソー引いたらもう本当に怒れちゃう。いやそんな贅沢は言っちゃいけない、だって転廃なんだから。独り言ですか。これでどうやらチートイツに向かいそうです。うん、わーっと役割転廃、関数層のイペーコー。数層は1枚って話してましたね。してました。さあどうなる、すで、に転廃は魚谷、ただただ秋がチャンステだ。秋ちゃんがあの形テンパらないでね、親番でね、ちょっとイライラしてる時にあの関数層積もって言われるとグラッとくるやつね。来ますよ、そのイーシャンテンより私、そのテンパより私のイーシャンテンの方がいいじゃないと言いたくなるような。さあ地蔵出てこないですね。そうですね、ということはリャンウマンから引いても大チャンス。ウォッチニさんは地蔵引いたらどうするんですかね。どうするんですかね。なんかつもぎりそうですけどね。うん、勝間さんならちなみに僕は切っちゃいますけどね。藤崎さんどうですか。僕はどうするんですかね。貫禄層にするかもしれないね。お3万1枚切れローマンションパイ、イースーチーソーの方をまず固定、はい、まあ、これは手広さで自然ですよ、はい、いやーチーソーあるんです。リャンマンがこっちに来てしまった。リャンマンが若干厳しくなってきましたね。これ秋さんも仕掛けあるかもしれないですね。中盤から終盤に入っていこうというトンの2局、はい、何を。両面変化だ。いやでもリーチ行きたい手ではないですからね、うん、言うほどね、言いそうが言うほどいいわけでもないですし、はい、ここは関数層です。きた、ダマテンですか。リーチ行きましたか。川には4枚切れ、5、6、2枚残り、2枚残り75分か。さあこのリーチを受けたら魚谷さん中抜かざるを得ないか、きついの引いたら何わけがいける。いやー秋これ復活の41枚すぐに取られた、残り1枚、復活の4戦オールを引けない。1対1、うん、ただ魚谷さんは止めれる、止めれる、ただ他の牌も止めなくてはならない。これは現物、まあ一旦言いまんですかね、現物の。うーん、でイーシャンテンで、あ、パーソーから行く、パーソー先に行こうかどうか考えてるですね。なるほどなるほど、一旦言いまんから、はい、リャウマンはある、関数層も1枚。ちょっと黒沢さんは想像の799が重たすぎるので、はい、もう中抜かざるを得ないですね。サボタニさんがどうなるか、これはうわウーソーが中筋。ああなるほど、ウーソーで粘れる、ウーソー切るならリーチもあるのかもしれないですね。チーマンが2枚切れだからきついか、リーチは。ここは闇天、わあそれでテンパイ入った。三層はゼロ、ウオタニニャンコ三層はゼロ、ロー層が1、リャンマン、リャンマンある、1枚ある、
嘘、いやこれでリャンマン食いながらたら本当に涙前ですよ。これはこれは落ち着いて、はい、スーピンのチャンスだからかなり打ちやすい、ウッパーピンは通っているトース、はい、E ピンは筋だがしょんぱい、まあでもまあ打ちやすいですね、いきますね、はい、うーん、秋のツモはあと1回ある、大谷さんは2回、うわあそうだ、関数層から役なしの天敗の3面待ちに変えた魚谷、ここはツモ上がって秋の親を流す、ツモ400、700のツモ上がりとなります。いやーこれは秋にとっては上がれないことはもちろん親落ちも痛い、いや厳しいですね、復活をかけたリャンウーマンリーチでしたが魚谷の上がり、いや1回戦同様ここまでは3人が限定を超えて秋が1人厳しい展開となっている、難しいですよね、足止めも兼ねてね、はい、親でリーチ行ったのがあれが裏目になるっていうんだもんね、本当ですね。さあトンの3局親は変わって黒沢、トンの2局では秋から8戦の上がり、うわドラは嘘、こいつが若干なんとかなりそうですね。まずは9ピンから、うん、大谷さんは苦しい、うわでもこの手でも第一打トンからいきますか、おかなり攻めっ気が強い、あのね第一打にトン切る人っていうのはあの、はい、攻めの意味では切らないですからね、泣かれる前さえ重なる前に捨てておこうというようなイメージですか、そうですね、はい、あの攻めっ気強い人は逆にあの切らないですよ、おなるほど、なんとなくこう逆ですね思ったのと、うんうん、言ってました大谷さん、あのユーミンと喋りましょうで、なんて言ってましたか、自分の手のハイパイの良し悪しをバレないようにしたいって言ってました、うん、トンを切ることによって悪い手でも切るしいい手でも切るんで、はい、要は第一打トン、要は普段藤崎さんが第一打にトン切ると、はい、あれみたいなもう自敗の孤立はなくてそこそこ勝負になる手なのかなって思うわけじゃないですか、でもそれを読ませなくしたいみたいに言ってましたね、うん、まあ、ただねリスクも大きいですけどね、去年も何回も言いましたけど損する部分があまりに大きいんでね、あのポンされなくても他の小型2人がもう切りやすくなっちゃうんでね、なるほど、うん、一長一短という側面はあるわけですね、だから自分にスピード感がなければあの絶対的に損ですよね、やっぱりね、ほうほうほう、相手にスピードで一杯簡単に捨てることを許してしまう、他の小型のスピードをかなりアップさせますからね、うん、さあこの曲はどのような進行していくか、こちら近藤がチャンスなんですよ ね、 チャンスですね、ドラウソウトイツ、そして秋もこれは仕上がり方次第では十分に、うん、まあ面単品まで伸びれば最高ですけどね、最高、うおっとチーピンを引いてきたのは黒沢、あ失礼魚谷、これでネックが解消される、さあどう打つか、いや思い切って言いそうとかいう手もありそうですけど、一旦リャンソーの方からこれはまあ将来的に言いそう打つ含みは残しているということですか、イーマン切ってますね自身で、まあ、3万匹よりは単野をという変化があるのか、うーん、ウッパーピン引いたらどうするんですかね、その時に即リーチか急ぎリか考えようっていうことなんですかね、うわドラ表の数層、いやー何かこうもどかしいですねこういったツモは、黒沢さんは当然のように白は1枚目する、うん、親番ですけどね、はい、中盤に差し掛かってちょっとスピードもつけたいところかなというような、さあターツオーバーですけど、あここは本一まで見ましたか、ほう2枚目は泣きますね、うん、2枚目泣きましたね、はい、いやこれ2枚目泣かないともうちょっと上がりがなくなっちゃいますからね、うん、はい、ドラウーソーですが、はい、ローソーの統一落としを見せる、これでいいシャンテン、これで大谷さん3色が狙えるようになってきた、シャンステは今度、うん、近藤さんもね見えないですけど良かったですね、泣きがないと3等引いてんだもんねあれね、おおなるほど、
わあ、これ黒沢さんね、2巡目に馬切っちゃってね、3万はちょっと読めないですね、町盲点に入るところ。変3万の転敗さ、これで魚谷もくっつきのイーシャンテン、3万これ振り点なんですよね、イースーマン振り点でもこの川ならイースーマン残しますね。イーソーウーソのがやっぱりきつい。1回戦ではイースーチーピンの振り点リーチドラドラで積も上がっている。でもイーソーちょっと危険に見えますか。まあでもそうドラドラですもんね。これはさすがの近藤さんでも数万はチーだよね、多分ね。数万はチーしそうですね、振り点だもんね。はい、うわゆったり、切るなら今の方ですね、二差しの三色があるんで、三層切りイースマンはちょっと怖いところ、振り点、まあ、リーチありますよ、残っちゃいましたね、リーチあります。闇点だ、ここは変化を求める。まあ闇点でもね、数万だと跳ねまん、ね、そうですね。でイースマンはイーマンが1枚残っていて、数万が嘘2枚、うん、ただあれドラマ残ってるから嘘とか引いちゃいけないやつだよねこれね。そうだ、変化はまずい、変化はもうほぼほぼ3万切りということになりそう。いやーキモ、これでいいシャンテン、いやウーソー引いて3万切らないことないですもんね。ないですよね。いやただイースーマン怖い、チーソー切る手あるか、ローソーとイトトシなんでね、黒沢さんにはチーソーは通りそうです。イースーマンはいわゆるイースーマンちょっとねかなり怖い数字ですよ。イースーピンも比較的打ちやすいんで、スーピン切りっていう手もありそうですね。うん、2ピン3ピンっていうのもありますか。いや2ピン3ピンいくんだったらスーピン行った方が良さそうですね。ピンフになる可能性がありますし、はい、あースーピンですね。ピンズはローピン、フリテンリーチを観光だ、これ3枚残ってますよ。3枚もいるんです。はい、数万が2枚あるはずなんですよね。でイーマンが1枚かな。うわこれは勝負だ。うーわカンピンドラドラ高見一平子現物待ち、いや見てんだりゃん、嘘エリアンソーも2枚残ってんね。トーンは目立ちますか今の1枚切り、まあギリギリ目立ちます。まだでも統一落としの可能性もありますしね。さあ転敗、何これ全員転敗。いやでもこれ打ち切んないでしょ。ここ黒沢さんにねさっきイースマ打たなかったから この順これでもイースマ打ちづらい。うわ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 、大谷ここは深く考えて、いや現物で9ピン抜くのが自然ですけどね。ここまで来たらいった、うわいった、来たぞ全員転敗入った、振り点の近藤じゃないか。秋は一度も積もることなく近藤の前に散る。リーズもピンフドラドラ2戦4戦1回戦に続いて、これは振り点の近藤と呼んでもいいか。大物手は常に振り点いやーまたしても近藤が来た。これは秋にとっては厳しい戦いが続いている。さあそしてトンの4局を迎える親は魚谷、ドラはウーピンです。いや白熱の一局でしたが、制したのは元 A1 リーガーの近藤。うわちょんちょんがすごい。3万と両面になるチーマン、ドラ受けもあり、ドラを引けたら大物手だ近藤。ここは急走つむぎりから、近藤の今の振り点リーチっていうのは、はい、まあ、リーチをしてもしなくても、まあ、若干は変わるにしてもそんなに打点が変わる感じはないように思えたんですけど、打点を欲しくてリーチにしたんですか、それとも何か他の理由があったりしたんでしょうか。まあ、打点が欲しいっていうのも理由の一つではあると思いますけど、はい、まあ、そのいろんな理由が絡み合ったんでしょうね。魚谷さんが回った感がある部分だとか、あ、そういう意味では危険が少し一段階低くなったなとかっていう感じですか。いやいや、あの危険が低くなったのもありますし、回った感ある時にリーチ打っちゃったら完全に振り落とせそうじゃないですか。あ、はい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 、強く出てきてるとこ相手にリーチ打っても押し返されちゃうんで、振り点じゃきついですよね。はいはい、ただうーんとその自分の手が行くか守るか微妙だなっていう手の手だなって読んだ時にはリーチ打っとけば完全に折りに回らせたりできるとか、
そういう部分ですよね。土俵から押し出しちゃおうと、うん、その相手との距離感の兼ね合いなんでしょうね。そういったところつぶさに感じてのミスセントがあったか、まあ、いろいろあったと思いますよ。その、はい、アキさんがシャアを問い落とししたあとの手出しウーマンを見て、アキさんにやっぱりドラありそうだなと思えば、黒沢さんの、ね、手の基準が下がった部分があったりだとか、うん、そういう総合的な部分での判断と思いますね。はい、さあ魚谷両万引きからは、これは将来的に初の統一落としまで見える大物手の見える手になってきた。うん、親番ですけど流派2枚目ポンも若干言いづらくなりましたね。そうですね、面前であればいきなり6000オールなんていうのも見えるような形ではあります。ただ魚谷さんだと仕掛けるんですかね。一局もちろん仕掛けて親番を継続させるという作戦も有力。こちらが近藤です。イーシャンテン、さらに攻め立てていくか。大谷さんのところなんか次にね、引く牌によっては非常に難しくなっちゃうんでね、逆にね。どういった牌が一番難しそうでしょうか。まあローマンチーマンとかね、三ピン数ピンですよね。統一系の手もあるし、一気に初を切るような手もあるし、いやでもね、イースーマンの部分がイーマン引いたら台無しだから、なんか三品数品とか重なって、初と糸としては行きづらいですよね。なるほど、そうですね。近藤の今の一打なんですけど、ウーマン切りは両面待ちを拒否する一打ですね。うわ、安いリーチはいかないってことですね。ほう、ウッパー層のイーペーコーやスッチーマンのリーチのみとかはいらない、いらないってことなんですか。それよりも安牌候補一枚持つことに価値があるっていうことなんですね。Cピンもつもぎっていった格好です。いやこのあたりもちょっと読みづらいというか見極めづらい。だってこれでローマン統一わかんないですよ。これもありますね。まあローマンチーマンですね、ここは。イーペーコードラ受け、イーペーコードラでの2300狙い。シャアは魚谷、そして秋に対して現物の配置、問いに決めたイーマン切り。もうだってもう意味わかんなくなってきますもんね。3万40目に切ってて、はい、ウーマン手出しの後にイーマン手出し、もうスライドで2差しって持ってたら、ウーマン手出しの近辺は何持ってんだみたいな、こうパニックみたいになるんですよね。箱ないんですね、もうね。はい、しかも近藤さんのチート位置はね、随分受け気味ですね。どこかにこう危機感を覚えているということなんですかね。なんか大谷さんのチーマンの手出しが入った瞬間でしたからね。親番ですかね、やっぱり。確かにそうですね。もうその前の本当にウーマンあたりからそういった意識もひょっとしたら生まれ、まあ、あの時は高打点を、いや役割を目指していたのかもしれませんが、これで一旦テンパイを逃す格好にはなった。まあ、結果的にはね、ちょっとテンコシャンコ風味ですけど、はい、まあ、この曲は攻める曲ではないんだよっていうことですよね。どこかでその線引きをしたということなんでしょうね。ここは黙ってんの方が普通ですけど、リーチ行きますか。リーチに行った。ドラ表示牌の数ピン、そしてチーピンは近藤の背に2枚。うわ、来た。これは勝負ですね。来たぞ、いい数万だ。うわ、数万2枚あるわ。イーマンは？イーマンは手に2枚、バニー1枚の3枚残り。チーピンは薄そう、一目。薄そうだが手にはそれでも2枚しか持たれてない。3対3？アキちゃんのところに行きましたね。あっと、うわ、しかしここはリーチで正解を出してきた黒沢。チーピンを、まあ、一発はありませんが、一発での気持ちいいつも上がり。いや強い強い、リーチつもピンフドライチ。これなかなかリーチいける人いないですよね。さっきのトンもトンアンカーの時もなかなかいけないしね。イスマン、これもまあ普通いけないですよね。いや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 、今期もとにかく攻め続ける麻雀を打つのか黒沢。強いですね。はい、いや高くしましたよね。しましたね。まあ、上がり自体はね、多くの人が取れると思うんですけど、
大多数は700戦300な気はしますよね。うん、しかも黒沢さんって気配が出ないんですかね、やっぱね、あのセレブって言われてるだけあってね。気配が出ないというのは、あの大谷さんのパイの残し方、ローマン入り目だったじゃないですか。はいはい、あのその前にパーソーとかも引いてるのにローマンと取り替えなかったんですけど、間違いなくあの近藤さんの方を警戒して見てたはずですよね。で近藤さんの方にローマンが切りやすい皮になってたんで、中筋で馬早いですからね、はい、とそしたら黒沢さんからリーチが来てっていう展開だったんで、うん、まあ相当気配がやっぱ出ないんでしょうね、黒沢さんってね、うんうんうん、そして突然のリーチからのつも上がり、うん、これで黒沢がトップ目となって迎えた難入です。親は近藤、ドラはチュンです。秋の手にはドラ表示杯の初が統一ですが、近藤の第一弾にすでに捨ててあり、初はもう山にはない。まあただどっちかというと去年黒沢さんちょっとね A2 リーグ見てましたけど、はい、意外と闇点多いイメージあったんですけどね、今回はリーチ多いですね。もう一気に駆け上がって、まあただ去年も前半はかなり飛ばしましたからね。あれだけの、分かりました、あのリードじゃ足りなかったとだったらもっとリードするためにガンガンさらに攻めていこうというなるほどことを選んできたかと適当なことを言ってみましたが、いやいやきっとね日吉さんが言うならば間違いないこうちょっとあの決して悪い意味ではないんですけど、黒沢ってある意味では不器用な選手かなとも思ったりはするんですよね、うん、器用なタイプではないですね、はい、はい、であればその、まあ、ストロングポイント弱点を、うん、直すよりはさらにその部分を強めていこうというようななんか思考にたどり着いたのかなというように勝手に、うん、じゃあ日吉さんに恥かかせると悪いんでそこは聞かないようにしておきますからね。そうですね、終わった後ね、失礼しましたイーシャンテン取らずスーピンからの伸びを見た、うん、今曲はドラのチューンはまだ誰の手にもないんですね。そうなんですよね、ある意味ではこれが選手のストッパーにもなりかねない。うん、まあ秋さんはチートイチさんでね、うん、来てくれても悪くないですけど、はい、まあ秋さんも欲しくはないでしょうけど、うん、これ全体見ると秋さんに1枚来るとチャンスに見えますね、うん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 、他の人はねちょっと旬付けの手形なんで、はい、ドラのチューンは相当使いづらいですけどね、むしろ秋はチュンが来たら一気にチートイツに触れますか、手配の進行もう決め間違いなく決めますね、はい、うん、対して他3社としてはメンツでも見えるだけにちょっと判断が難しいようにも感じます。来た、その秋に来た、まだ声を大きくするとこではないような気がしますけど、ね、そうですね黒沢がいい形ですね、リャンマン引いたらもう超勝負形、はい、リャウマン残りでもリャウマンは薄くなった、うん、難しい、ここも分岐ですね、うん、気持ちはシャーシャーっていきたいですよ、気持ちはシャーシャー、強くいった、でもこれもね現状ねドラなしリャンシャンテンって考えると形はいいですけどリスクは高いですよね、うんうん、黒沢さん何引いてもリーチなのかな、うわリャンペイコは見なかった、うわ俺もスースー切ると思いました今、ほう黒沢さんならね、うん、わ近藤さんのところにも来た、親の近藤はメンツ手がかなり有力視されているような手配、少しストップになる、ただチューンが重なれば全く、うわいやいシャンテン来ました、まだ2枚いると思うね、ありますよ、ね、はい、ありますよ2枚、こういうのってのは秋さんを応援してる方からするとチューン短期残ってほしいよ、ね、そうですねチューン引いちゃうといかにもなんか裏目になりそうだもんね、うん、でもなんか皮的にはねマンズ高くしといてリャンピン短期でバッサリみたいなのをリーチ行ってもおかしくないですよね、あの1回戦トン1局のパーピン短期を見る限り、はい、うわー、軽点狙い、チューン短期での粘りを見せていこうということか、チーマンじゃない、チーマンじゃないんだ、うわー行った、まあ、でも大谷さんはねこっちの方がバランス取りやすいんでしょうね、もうなるほどなるほど、はい、先ほど勝間さんが言ったその要はリスクが多くなっていた手配、そうですね、なんかリャンシャンテンでリターンが少ない状況でいるよりは、はい、イーシャンテンでリーチないらなくてっていう構えの方が、うん、これは黒沢さんチーするのかと思いきや出ない出ないただポンができたんでしなかったんでチームしないでしょうね、
ほうほうほう、なるほどなるほど。リャオマン見えて薄いわけじゃないもんね、隠されてるもん、ね、うわ痛い。なんてこったい。これは旬が2枚あるだけに。うん、いやでも黒沢さんもすごいね、速度合わせしないもんね。しないですね。小さい手間通ったんで相当2枚目のねローマンぐらいはポンしちゃいそうですよね。1枚目はまだしも相当切りやすくて、逆にパーソンの方が若干切りづらくなった感じがあるんでね。ほう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 、ローマンポンしておけば小さいで済みますからね。確実に安全なパイを切ってテンパ入れること。うでもリャンピン短期だこれは。とりあえず受けるのはリャンピン短期ですけど、はい、リーチ行くかどうかじゃないですか。あ、安全度だ、安全重視だ。なるほど、近藤さんにリャンマン怖いですもんね。テンパリャンマン、リャンマンが怖い怖い怖い、切り遅れたか。これリャンマン山にないんですね。くー、魚谷からリャンマンが打ち出される未来もね、まあないですね。ちょっと想像しづらいですもんね。秋がリャンマン以上に危険な牌を持ってきたときにドラドラだけにテンパイはキープしたくなる。うわ、うわ、こんな捕まり方を神様許してくれ。もうこんなことがあっていいのか。黒沢の上がり単野をピンフに先転。しかしこれは点数以上に秋には重く、なんか気分的にはきつくなってきますよね。そうですね、あまりにも厳しい展開。なんかちょっと秋さんがあまりにね状態良くないんで、ちょっと騒ぎづらいですけど、はい、まあ黒沢さんはさすがですよね、本当に、ね、そうですね。面前からのねまあ打点こそね2戦点に終わってしまったんでそう変わりはないですけど、はい、高打点のチャンスをね、見た上での2戦点ですからね。そうですね。ただ今回はリーチしなかったのはなぜなんですかね。やっぱさっきのスッチーピンはリーチして、リャウマンは闇点に構えた黒沢でした。さあ何の2曲と変わります。親は秋、もう勝負の親番ですよ。ドラはチーピン、このままズルズルといくわけにはいかない。ただ魚谷がチャンス手だ。ドラドラですしね、はい、形もいい。秋はなんとか、どうですか。これはまずリーチ前提に手を進めていくようなシンプルに手なりでまずはっていう感じなんでしょうか。まあ、手なりにせざるを得ないだけでね、上がれる感触は全くと言っていいほどないような手ですよね。こちらが秋の手牌、ドラが両面に変化。黒沢の手も育つ。黒沢さんのペンチーピン払わないときつい。かー伸びる。まあ、魚谷としてはできればドラは2枚使い切りたい。いや、本当にさ、どっかでパワーピン切ってドラ固定すると思いますけどね。やっぱり持ち点が 25,900 ってことを考えると、はい、これだけのチャンス手が来たならば一気に3万点を超えるような上がり狙いたいですからね。なるほど、ここでもパワーピン切っておかしくないです。ほうほう、いいシャンテンにはなりますが、やはり6級ピン、甘露ピンの二度受けは厳しいよという見方もできるわけですか。まあ、一応ね、その3万にしましたけどね、はい、はい、ここは一旦シンプルにイーシャンテンを取って、この後まだ変化は十分に望めそうだ。さあこちら黒沢、ペンチーピンを払う手順は、お、まあ形はウーマンの取り落としですけどね。9万は振り点、1万つもぎり。なかなかツモもうまく噛み合わない。チートイツですね。これで黒沢がイーシャンテン。さあこれはもうパーピンですね。これはパーピンでしょうね。パーピン切りとする。一発裏ドラありだとどうなんだろうね。ウーピンかもしれないね。ウーピンなんていうのもありますか。まあ、9ピン引いてチーピン切りのリーチが嬉しい、状況なのか、はい、嬉しくない状況なのかですね。
ここでペンチピン払いですか、うん、これで黒沢一気に上がりが見えてくる。3ピン2枚切れなんで意外と数ピン引きのサブローピン大谷さんね、嬉しくないかもしれないね。となると数層引きあたりが一つの理想になりますか、まあ、チーピン引くのが理想でしょうけど、はい、ローピン引いたらチーピン来てリーチになるかもしれないですね。なるほど、4面待ちのリーチがをかけることができます。9ピンは不服ですけどローピンは不服ないですもんね、うん、まあサブロス層数層積もれば打点十分ですからね、うん、なかなか天敗までたどり着かない。近藤がこれでリアンシャンテン、はい、まあサブロピンあと1枚だもんな、数ピンだけは引いてほしくないやつですね。うん、マンズマンズではダメ。秋さんのところはどっちになるのかもここまで来て決まんねえもんね。でもね、秋さんね、パーマンポンからの経典狙いはまだいかなかったですね、はい、12巡目ですけど、この親番にはそこまでもうこだわらないということなのか。これでイシャンテンだ。一回ウーマンから行く手もあるし余裕が、あ、ウーマン2枚切れだからウーマンですか、先攻めならば、うん、安全度ならローピンですけどね。いやここはどのような決断か、うん、まあ、やっぱりねもう一回ピンズ伸びた時にシャーシャーっていけるようにしましたか、うん、ただもうこれはさすがに2枚目のシャーと、さあこの天敗はまあ不服だが、うん、まあ天敗だけは取っておくんでしょうね、はい、はい、ウーピン切り、リャンソーとチーピンの役なし天敗、このウーピンに声をかけたのが近藤、ゴロチのイシャンテンは取らずにこれは形式天敗狙い。なるほど、アキさんの現物の方のチーソー打ちましたね。なるほど、もう下茶の親にも警戒してと、これで関数層、関数層でイーソーポンで経典、え、経典は切りづらい、取らないんだ、いや取りやすい、何ですかこれは、ええすごくないですか、だって経典狙いじゃなかったってことですか、プレッシャーだけかけとこうっていう泣きとか、あ、そういうことですかね、うん、ちょっと分かんないですけど、狙いが安牌が尽きちゃうのが嫌、今一番警戒度が上がってる相手っていうのは誰なんですか、近藤からすると、まあ、まず下茶の秋に対しては丁寧に打ちたいとこではありますよね、まあ、秋さんと大谷、まあ、誰もが危険には見えるとは思いますけど、うん、うわー、天敗できない、いやー、昨日やは無情にも流れる、これが入ってこれで流局です。うわー、近藤さん形式転敗取らないんですか、地位を一つ入れて次の転敗ができる牌は泣かないという、うん、いいシャンテンにはしたけど転敗にはしないという何かこう、でもまあ言いそうが、はい、あの自身の中で安全牌ですよね、その安全牌をあの2枚使ってしまっての経典はないってことですね、だからローソーはポンしたんじゃないですか、あ、言いそうが残るからですね、はい、おと思いますけどもね、うん、いや、そしてアキさんがあまりにも苦しすぎますね、苦しい、親は変わって黒沢何の3曲、一本馬デスドラは言いそう、トップ目に立っている黒沢、旬が統一、総勢一面つできています、うん、こちらは魚谷は厳しそうだ、近藤は白統一、マンズで二面つ、本一までありそうな手配だぞ、うん、本一狙いそうですね、はい、そして秋は総勢一面つできています、うん、1、2、3あるいは遠くに2差し、この白をどう扱っていくか、はい、両番切れてる、でもすごいね、シャーとペアルからどっちか来てればねって気しますけどね、うん、穏やかなんかどうせ白一瞬1枚目泣かないしっていう感じですか、
泣かないですよね。にしても残しといても、はい、まあ一応ねターツ足りないわけですからね、はい、なんか3万とか引いてイスマ引いてとかもあるわけですもんね、はい、で一応リャンマンねアンコを逃した形になってますけど、はい、イスマンがいい町になったわみたいな、うん、もうどこ吹く風とウォタニもこれはちょっと時間はかかりそうですがマンズに寄せて安全度も確保しつつという進行に見えます、うん、ウォタニちゃんもどっちかというとねチャンス手は来てるんですけどあまりにいまいち結びついてないですからね、先ほどもドラーのチーピンが統一のかなりいい手でしたが、天敗での流局となっています。さあキこれで完全なターツ関連ピンを払うこともできましたが6球ピンの両面ターツを固定しました。さあこれで狙い通り地風のトーンを重ねた黒沢、トンとチュンはまだ依然場にはションパイですが魚谷と近藤の捨て敗走はかなり異様です。両者マンズと自敗は1枚も捨てていない。さあこれで両面両面、うん、マンズが解消されたのはちょっと大きいですかね。そうですね。さあこうなれば秋はどこ入ってもリーチみたいな格好になりますか。そんなこともないです、まあ、これだと行きやすいですね、うん、ピンズ最高に馬強いですからね。ピンズ最強馬強での6球ピンリーチ、カメラワークもいいぞこれね。もう誰も持ってないあれですね、あのよく、はい、馬強分かりませんとかっていう方いらっしゃると思うんですけど、うん、はい、あの参考にしたいぐらいいい川ですよ。こういうのですっていい川はってこういうのですっていう。ピンズがいい捨て牌っていうのは捨て牌層っていうのはこういうことだよと、はい、6球ピンは場に打たれてるだけで誰の手牌にもない。 1,2,3,4 残り5枚山ん 4枚切れで、あ4枚切れですか、はい、失礼しました。4枚山しかもね、こういう感じの馬強がいいっていうのは山に残っていやすいプラス、はい、うん、掴んだ人が使い切れないっていうのがいいんですよね。相手の手をこ自分の積もりやすさはさることながら相手の手も潰しやすい、回られて上がりきられちゃうっていうこともないんですよね、うん、こういう川の時の馬強がいいっていうのは。ということはリーチをかけた方からすればかなりこう、もう押し返しの危険は、まあ、ないとは言いませんけど、もちろんあるんですけど、はい、もうこれはもうもらったなと僕だったら思ってます、うんうんうん、なるほど、はい、もうこれで負けたらしょうがないっていう感じですよね。ここは黒沢一旦、まあ、トップの黒沢飛んで迂回、まあ、ただ若干ね大谷さんが国士の可能性があったんでね、キューピン統一は怖いですけどね。なるほど、 なるほど。さあ今度はマンズの一色ですがまだ形は若干厳しいが、これはいけないですよ。持ち点もね一番勝負しづらいところになってますから、うん、さあここは狙い通りの9ピンつも上がり、持ち点を回復して、ま、してきました秋。リーズもピンフドラ1、1300-2600のつも上がりとなります。マンズを引いてドラを引いてですからね、うん、よしと感触あったことでしょう。さあこのつも上がりで、2回戦は何の4局オーラスを迎えます、はい。さあ大谷さんは275何としても浮きに回りたいですね、うん、この山一回まずはつなぎたいですね、はい、そうなると近藤さんはねトップ取れるに越したことはないですけど、しっかりとこの浮きをキープしてっていう形ですよね、うん、1回戦3着の黒沢としてはどうでしょうか。まあもちろんねトップ取りたいですけどね、うん、やっぱり大きなリスクは負いたくないです、はい。まあ、秋さんもね、マンガンつも上がりとかであれば3着浮上ですけど、まあ、今回は4着受け入れて、うん、あのこのまま2人沈みで終わればしょうがないっていう、まあ、しょうがないっていうぐらいだと思います、はい、ただこの手はかなり厳しい。黒沢の手はピンズ一メンツ、大谷をどう進行させるか。近藤の手がかなりいいですね。いいなこれ、良すぎる、うん。ドラ引けたら逆転もあるが、近藤の狙いはいかに。ただリーチまで行ってトップ取りに行くかどうかは分からないですね、うん、まあ大谷さんの川の兼ね合いとかになりそうですよね、うん、リーチ判断に関してやっぱり一番怖いのはね親の押し返しで、うん、そこに1万2000とか補充してしまうのが怖いですから、はい、
とにかくそこまでトップに価値がないですからね、うん、例えばこういった状況でピンフドライチであれば、まあ、闇天に構えてツモ直なら OK だし、そのまま上がっても全然原点超えてればいいよという、よっぽどいい町じゃない限り僕は闇天にしますね。そのさっきの全局のね、秋さんが積もった6球ピンぐらいだったら勝負かけてリーチいっちゃいそうですけど、はいはい、それぐらいで状況が整わないといけないかなっていう、はい、うん、ということは公式ルールはやはりこうよく言われるその着順よりも素点の方が、まあ、浮き沈みと踏まえたそっちの方がかなり重要視されるということなんでしょうか。まあ、難しいですよね、麻雀なんでね、取れる時に取っとかないといつやられちゃうか分かんないですからね、まあ、狙える時は狙いたいですしね、はい、それはもう難しい、本当に何が正解かは分からないですけど、まあ、今はどっちかというとリスクバランスどの話、ね、っていうことですかね、はいはい、ここでトップを取り入ったがために原点を沈む3着になるようなことはちょっと避けたい、うんうん、それはなんか本末転倒な感じがしますよね、はい、何やってんだか分かんないと、あの4ポイント取りに行って8ポイント失うんであればね、はい、何やってるか本当分かんなくなっちゃいますね、はい、順位点がねトッププラス52着プラス23着マイナス10であれば40ポイント取りに行って20ポイント失うのはね、それはしょうがないと、はい、リスクは終える長い目で見たらね、はい、逆転した時が大きいですけど、この公式ルールの場合は4ポイント取り入って8ポイント失うってことは避けなきゃいけないですから、さあ今度数ピン引きは一旦イーマン切って単ヤオの渡りを狙うっていう手もありそうですしね、思い切ってここで9万切っちゃうって、まあ、はい、パーマン3枚切れなんですよね、あ3枚切れ一旦イーマンからですか、安牌感覚で9万取ってるっていうのもありますか、それはちょっとありそうなんですね、ここで4枚目のパーマンが見えます、はい、ボタにもまだちょっとネックが残っている形、初は切らずに欄干の部分急走パーソン2枚切れですが切っていきました。へー、なんか大谷さんってパンパンにするイメージですけどね、親番で原点割れてる親番ですよね、うん、ドラも1枚あって、あのね、大谷さん、あの今年戦ってた M リーグのルールだと分かるんですよ、うんうんうん、あの押しどうしても押し返さなきゃない局面なんで、はい、リーチの一発だけ避けるためにね、安全牌って大事だと思うんですけど、うんうん、ここ一発ないですからね、そうですね、なのでマックスでも落ちやすいはずなんですけどね、うん、今度は依然安牌候補の9万を手に残しての進行、さあ秋がここでやっとの思いで一メンツ、黒沢南岸子になって動ける形、スッチーソーリャンウーピンのイーシャンテン、さすがの黒さんさんでもこれはチーテンですか、と思いますがどうでしょうか、わかんないですよこれ両ピン引いてリーチで23,900じゃないと、いやリーチはしない、あー南岸子とかありますよこれリーチはしないと思うんだけどな、あ両ピンが3枚切れになったから3ピン数ピンとかはポンしやすい、スッチそう泣いてもいい、数ピン振り点だしな、あ振り点か、わドラのチーピン、これは難しくなった、目いっぱいは危険ですか、いや今からだ、まあちょっと秋さんは仕掛けもありそう、はい、もう大谷さんは間違いなく軽点考えてますよね、うん、そうですね、もうちょっと順目的にねリーチ積もっていけそうな雰囲気はないですよね、さあこれでいいシャンテンですよ、ハーピンから行く手もありそう、あここは目いっぱいにしたローピン引いたら勝負できると、うわーいいピン引き戻してテンパイ、これ絶好ですね、この3ピンはチーだ、これは大谷形式テンパイを目指す町は、ポンテン秋さんポンテン、そうですね、これでドラを2枚使い切ってのポンテンが入る、リャンマンとパーピン、あチーピン、チーピン、はい、チーピン1枚ありますよ、うん、そしてリャンマンは、ね、ナンはえカン、これはカンしそうですよね、面前だしピンズのねイーピンリャンピンあたりがみんなに通りそうですけど、まあしないんだ、リンシャンにね上がり入るかもしれないと思って僕らはしちゃいそうだけど、ナンリンシャンツモで結構気ですからね、2003球、これ大谷さんのリャンマンは危ない、大谷さんのリャンマンは危ない、いや6球ピンなんかにはできるわけもなく、チーピンこれ1枚ありますよね、ありますね、リャンマンも1枚あります、山にはないです、2人が1枚ずつ、あ失礼しました、
これ大谷さん、うわー、なるほどなるほど、もう秋さんの手は天敗だと、うん、間四件のリャウマンは打てませんっていうことだったんですね、うん、なるほど。近藤もここからは慎重に打っていきたいところか。うーん、 C ピンあるね。ウーピンポンでダバーピンですからね、相当統一には見えますよね。なんか統一には見えるけど、あんこにはなんかだいぶ見えないですけどね。サクロスはここで通っていない、同じ理由でね、はい、これは大谷さんにも危ないんで、黒沢さんはより打ちづらいですからね、うん、大谷さんが打ちづらい以上に打ちづらい。安感せずの選択から、これは何の4枚並べていくような格好になりそうだ。これであれば大谷に、まあ、形式テンパ揺れることもなさそう。さあチーピンが1枚残っている。カンサンマン、いやいや、シャンポンですね、うん、はい、あでも魚谷さんのね、こう受け入れるだけってんですかね。うわ、これは見事頑張った。サブローソーの形式テンパイですね。それであればニャンソーは勝負、テンパイができるなら見合うと。うん、大谷さんはね、チーピン掴んでもパーピン打てますしね。さあ入ってサブローソーもあるのか。まあこれは切りますね、うん、いやー、大谷ここは粘ってテンパ入れてきた。何の4局オラスは大谷ギリギリ粘って原点復帰を目指す。大谷と秋の2人テンパで流局。近藤黒沢からすればしっかり終わらせた一局です。うん、またね、今のテンパイ量でちょっとその差浮きが、あ浮きで終われる可能性がちょっと下がっちゃったんでね。うん、ちょっとあの闇点とかも警戒したいぐらいの点数にはなってきましたね。サードラーパーソー、はい、2回戦大事なオーラス。でも最悪ね、黒沢さんさっきまでだとね、はい、あの小型になら放銃しても最悪やむなしだったですけど、うん、打てなくなりましたもんね、下手にね。今度はダブナントイツですね、三層から。アキオマンズで一メンツ、三層からはダブナン泣かないってことですか、はい、あれトイツ系の手ですか。さらにチーマン本一も見てる。あ、本一か、なるほど。オーラスっていうことを考えないで一局単位でこの手を見た場合にはまあ自然な選択かなって、これがまあね、何一局とかで自分がダブダントイツであれば本一かドラのくっつき見て手を組むっていうのはまあ自然ですけどね、うん、この持ちポイント状況のオーラスってことを考えるとすごく、はい、うん、構えとしてはまあまあダブダンを1枚目からポンとは言いづらい形ですね。うわ、チーピンも打つ。おー、だと大谷さんが早くもいいシャンテンになった。めちゃくちゃツも効いてますからね。これは繋いだ親番生かすことができそうだぞ。うわー、足頃まで見るか。三層が1枚切れいや、2層切るのは勇気がいる。お茶を濁すか、それとも思いっきり振るか。おー、なるほど、その選択。初のポンテンの1500の価値が低すぎるので、うん、すごいな。しごろ見ながら、これでもまた246どれ重なっても OK ですからね、ソーズの3号引いても当然嬉しいですし、かなりひねり出したような一打です ね、うん、ね、初ポンテンの1500めちゃめちゃ価値あるように見えますけど、僕にはね、まあでも1500、1800上がって800浮き、日本馬親番もちょっとまだ浮き安泰ではないですけどね、うん、まあね、そうですけど、ただ参加後入って時のシャンポンリーチの価値がめっちゃ高いですからね、うん、さあこれで黒沢は初切らない、はい、ただいいシャンテンではあります。うわ、こうなるとリャンソー打ってね、初初っていう含み残したいですね。ここで初打っちゃう手もあるか。うわ、シャンテン戻し、ね、勝負局にしましたね。もう1500じゃダメなんですと。ってことはでも、うん、ウーソーチーとかもしないと思いますね、終盤にならない限りは、うん、だってもう初統一落としの顔立たなくなりますから、はい、まあ、でも最終盤は当然しょうがないですけど、
魚谷さんにちょっとセレブが乗り移りましたか。おここは大物手を狙って一気にいった魚谷。いやでもこれね、小方3人からしたらね、この連チャンしたい状況の大谷さんが、いそうといそうとしなと、初といそうとして、ちょっと待ってくれってなりますよね。あのもう悪くても、タンヤオのイーシャンテンは入ってるはずですね。タンヤオドラ1ぐらいのイーシャンテンは入ってると読みますね。近藤さん、ダブナンポンした。あ、行きましたか。近藤仕掛けてイーシャンテンは。あ、これでチーテン入った。ペンチーソーはドラ表で苦しいけど、また2枚残ってる。ほう。ただそうやすやすと出るパイではないのは間違いがない。これはでも黒沢さんは楽じゃなくなりましたね。ダブナンですもんね。700は打てないから、ドラ切りはちょっと無理ですね。ダブナンの人と魚谷さんのあの2つの取り調子に挟まれましたからね。うわ、ここは9万勝負したい。いった、ここは初統一落としを存分に生かしきるための9万切り。単品のイーシャンテンです。これで魚谷さんになってから9万出てくると、おやって思いますね。うわー、重なった。カンチーマン、カンチーマン、これ逆に近藤がピンチ。どういうプレーをしてるんだこの人たちは。チーマンはただ残り1枚か。秋もこれでいいシャンテン。3層嘘って切るのは怖すぎるか。チーマンありますね。ここでチーマン、あ、近藤だけ見たらチーマンある。あ、そうか。うわ、これチーマン危ないな。まあ、うわ、3層。あ、これ上がりに向かったって感じですよね。強くあのドラ引けた時にリーチ行きたいっていうとこですよね、はい、でリーチシャードラ1。うわ、しかし近藤が積もり上げたチーソー、逆転の積も上がりだ。ダブナンドラ1、1000、2000の一本場、1100、2100の積も上がり、なんと近藤2連勝。2回戦はトップから近藤、続いて黒沢、魚谷、二階堂脇の並びで終了しました。続いて3回戦です。